昨年メジャー団体の有名選手がジュニアヘビー級のオールスター戦を提唱。するとフットワークの軽い佐藤ひかるが一足早くインディージュニアの祭典を開催。今年3月、満を持して本家がジュニアの祭典を開催。出場メンバーに選出された佐藤ひかるはメジャーのリングで変態コールを巻き起こした。そしてフリーの選手、ジュニアが集まってこんな記念すべき大会もう一回やりたいですよね。最後、橋之助選手も言ってましたけど、これ、次がなかったら、面白くないなと思います。エゴリア、はい、この VTR が流れてる頃には、今度こそ決着がついているはず。ダークマッチ、シングルマッチ、時間無制限一本勝負、トゥー VS 花畑まさお。本日はテーマ曲が鳴った時点で試合順が判明するため、対戦カードは順不動で紹介。3日前にインディペンデントワールド世界ジュニアヘビー級王座を防衛したばかりのシーバ王子だが、このインディージュニアの祭典でもタイトルマッチを行うことに。名だたる歴代王者の中に安井などが加わるのか、それとも難敵を退けインディージュニアのプリンスが防衛か。インディペンデントワールド世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負、王者シーバ王子 VS 挑戦者安井浦野。開催された第1回大会で躍動した選手を中心にフレッシュな顔ぶれが揃った。6人タッグマッチ60分一本勝負、渡辺壮、十文字明、カジトマト VS ライジング隼人、橋之助、下村大輝。インディー界の重要人物佐野直し、2代目佐野直しが当日飛び入り参加のおじさんだったので、改めて3代目佐野直しを決めようぜ。3代目佐野直し発掘ランビ、オーバーザトップ佐野直しルールを採用、時間無制限勝負。出場選手佐野直し、セレジェイヤ、マクドナルド、佐々木力也、岡田剛、黒帯 X、 当日参加も OK。 頑張れプロレスで佐藤光と初代タッグ王者に輝いた前口大佐、今宵はカーピーとの異色タッグで翔太ミッチライダーの米豪連合と激突。タッグマッチ30分一本勝負、翔太ミッチライダー VS 前口大佐香取孝弘。第1回大会では大日本プロレスの関浦浩太と2カウントルールで対戦した佐藤光、今度は 2AW の若松大将を相手にホールカウント、反則カウント、場外カウント、ダウンカウント、全て2カウントルールで対戦。オール2カウントマッチ、シングルマッチ10分一本勝負、佐藤光 VS 若松大樹。3月の本家ジュニアの祭典にサプライズ出場したことで大ゼロ試合だったにもかかわらず裏 MVP の呼び声高い阿部久美典。
もう阿部はインディーの心を忘れメジャーになってしまったのか。阿部裁判開廷。6人タッグマッチ30分一本勝負。阿部ザ・メジャー組よりチチャリート勝負橋本和樹 VS 和田拓也勝村修一郎山本雄二郎ニコプロプレゼンインディージュニアの祭典、僕らはみんな生きている。